やっていきましょう。カオスイビルデッドエンドパート2ということで、はい、前回ね、まあ拠点をこちらに移しまして職員棟にやってきたところですね。でちょっと体力がまあ若干厳しめではあるんですけども、弓矢のねレベルを上げるべくこっちをちょっと今回は重視して使っていこうかなと思います。で関係ないんだけど、ちょっと今あのパソコンの横で扇風機回してるんで、ちょっとその音をマイクが拾ってたら申し訳ない。さすがにねちょっと季節柄てか早いよな本当に。なんかもう5月頃からなんか思ってたことだけどさ、マジでこの四季の移り変わりというか、もっと言うとなんかこの夏と冬しか、ちょっと待って、ちょっと喋りながら動くとあんま良くない、で前回ねここにいたあのシスター、ちょっと素早めなって日本語合ってる、まあいいや、なんかちょっと早かったゾンビを掃除しておきました。で、何すればいいんだ、まあ、ちょっと行けるところからまあ適当に探していきましょうか。で、下から行こうか。ちょっと行き止まりというか行き先は分かってるんで、ここが拠点で、下から行きたかったんだけど、前回ね、そうそう、で、扉がね、こちら側から鍵がかかってるってことだったんで、一旦ちょっとあっち側、こうやってぐるっと一周できるように鍵開けに行きたいんだけど、ここは、医務室。ここは、お、なんかある。明らかに鍵らしきものが。ただね、明らかにこの、キーアイテム、文字通りキーアイテムがあって、ゾンビが一匹もいない部屋とか逆に怪しいんで、職員用調理室。上だったよね、確かね。確か上の方にあったはず。で、怖いね。怖くないこれ、大丈夫。ショットガンの弾10発。そういえばあれだね、重火器がまだ手に入ってないね。もうショットガン行くん。ちょっとショットガンも欲しいんだけど、多分この施設内、あ、大丈夫。ちょっとね、一旦弓矢で応戦。このゲームのいいところはね、こうやってね、障害物で挟むと、こいつらはね、おとなしく、この障害物越しに、こっちに来ようとしてくれるんで、弓矢が大変有用なんですね。何者、あるね。バニラ味。せんべい、北部せんべい。四角い型に入れて柔らかく焼き上げたせんべい、生命力80回復。お、いいじゃん。なんかちょっとあれだね、あんまり複数個手に入らないタイプのレア系回復アイテムですね。ポケモンの不縁せんべい的な、不縁せんべい、そうでもねえか、なんだろう、森の洋館的な。矢を15本、ほいほいほい、こういう服が、あ、きた、独房 B、鍵が次々手に入ってきますね。ちょっとさすがに何も入ってない、ここは何もないか。あ、浴室の鍵、あー、出たワンちゃんだよ、ワンちゃん。ちょっとね、あ、いいね、お前らそのままにしとけ。届くかこれ、さすがに届かんか。ここはどう、これはさすが作者さん考えてるね。さすがにそうは問屋が下ろさないか。で一旦こうしといて、よし、 OK。 うん、なるほど、ほら来い。レベル上がんないね、なかなか。湯の底に鍵が沈んでいる。行けって、行ける行ける。何お前さ、人間卒業したくせにさ、熱湯にビビってんの、もう今更だろうよ。行けるって、一回熱ってなるだけだから大丈夫だって。露骨な人間アピールが始まりました。ほうずき白夜による露骨な人間アピールが始まりました。で、ここは貫通させておくと OK。 さて、ちょっと状況を整理しましょうか。鍵がね、複数手に入ったんで、どこから行こうか。まあ、どこから行ってもいいとは思うんだけど、まず、職員用調理室。
秒数 B、独房 B。あれ、独房 B ってさ、あっちじゃね？ちょっと一旦、そっち先に行くか。独房 B。だよね、だよね。こういうパターンもあるんだよね。で、得てしてこうやって一回行ったところにもう一回戻ると、なんかやべえ奴らが出現してるっていうパターンがあるんで、ちゃんとセーブはね、していきましょうね。熟練度上がってない？まだ1か。独房 B2 両。あー、すぐ下だね。はいはいはい。すぐ下だ。何も出ないことを祈るよ。大丈夫か？よし。なるほど。まあ正直こいつはナイフでいいだろう。こいつはナイフでいいでしょ。ちょっとね、限りあるものなんで。いやもうなんかね、そんなにね言うほど手に入んないんだよ。いって、ちょっと狭いから気をつけろ、狭いから気をつけろ、マジで。来たよ、よりにもよってトイレの中に給水、あ、給水タンクね。まあ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 。加工用金属。加工用金属？いや、満身創痍なんだが。加工用に合金された特殊な金属。いや、だからそれを何に使うのかって聞いてんだよ。いいんだよ、その何の説明にもなってない説明は。お前、小泉進次郎とほぼ同じ情報量しかねえんだよ。これだけか。カロリーメイツどんぐらいある？25回復。あー、まあまあまあ結構あるから、じゃあ食うか。チーズ味パク。よし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 。まだ発熱は1かレベル。ちょっと待って待って待って、今やばいことやなかった、今やばいことやなかった。ちょっと待って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 。毒、おい、これ解毒やん、アホやろ。ちょっとガバガバプレイが目立ち始めたね。よし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 。ちょっと気を引き締めて。てか何もなかったね。こっち戻ってきたからさ、絶対なんかあると思ったんだけど。小泉公文で描かれた謎の金属物質しか手に入ってないんだけど。よし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 。とりあえず鍵は1個消費した。で、あと何があるんだっけ？病室 B と、職員調理室。病室 B。そこはどうやって行くんだ？一階へ、一階へ、B。あー、なるほど。はいはいはい。あー、なるほど。そこの階段上がったところか。病室。まあ、そこは病室 B だとして、職員使用調理室。っていうかね、上の方あんま、あれなんだよね。じゃあ、仮眠室閉まってて、職員用トイレって入ったっけ？いや、とりあえず上行こう。上行って、で、多分、A の階段登ったところで、所長室と会議室ってどうせ空いてないから。どうせ空いてねえから。なんだろ、絶対空いてないから、まあ、それは無視して、職員用トイレのチェックと職員用調理室、OK、これでいこう。一旦セーブを挟んでな。よし。仮眠室は閉まってたはず。仮眠室は閉まってたはず。だよね。で、ここが、そうそうそう、トイレがね、ここはレベル上げのためにあれを使うか。68発。十分十分。よし。OK。お、5000円玉ゲット。ちょっと便器にアイテムあるパターンは勘弁してほしいけど。お金だけか。
あ、お金だけだね。よし。じゃあちょっと。ここか。あ、掃除はまだしてないか。レベル上がんないね。これで左側だね。お、これはチョコ味。レベル上がったね。他は、消火器、消火器、なるほど。あー、なるほど、順序がまだ違ったか。了解。じゃあちょっと階段登ってみよっか。ちなみに一応ね、あ、そっか、腰まってんのか。オッケーオッケー。じゃあもう二つに一つじゃないですか。ちょ待ってね、セーブは一応入れとこうね。どこで死ぬか分かったもんじゃないから。というか今回毎度毎度追っかけてくるやつは出てくんのか。まあでもね、もう汚物は消毒だしたんだけどね、また復活してみたいなパターンが。あー、こいつか。なるほどね。よし、今の動き華麗だったよ、なかなか。よし、こっち開いてるな。しまって、あー、先にこっち。だからね、弾だけあってもしょうがないのよ。小さな金庫のようだ。片隅に YUHDF 型。つまりどういうことだってばよ。ベッドは特にないか。右見ましょう、右。チーズ味。あ、ぶねー。検診室、検診場。とりあえずそこに金庫があったっていう情報を覚えておこう。そんで検診場どこだよ。検診場、検診場あった。入り口んとこか。ロッカー室の下だね。よし、検診場、検診場。なんだろうね、字面だけ見るとあまりいい印象を受けないんだけど。検診場って何？そもそもさ、そんな、なんか、刑務所だろ、なんだろうっていう、その、一般人が知り得ない情報だからさ、あ、ここか。資料紙もないんだけどな、検診所。まあ、でも、読んで字のごとくか。なんか、あれ、危ないものとか怪しいもの持ってないかっていうのをチェックするための部屋なのかね。ちょっと待って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 。まずは、周囲をクリア。OK。ショットが入手した途端っていうパターンがあるからね。他は特にないか。よし、じゃあいただきますよ。早くない？ちょっと待ってね、これは早くない？どうすればいいと。まあ、ありがちなのは、ショットガンと同じ重みのものを持ってきて、っていう感じかね。だから今のパターンは、ショットガンを戻せば外に出られるのか。それでフラグを立てて、あれか、消火器か。ここで消火器か。消火器じゃないか、さすがに。さすがにそう思うけどね。
ショットガントリーの、ショットガン戻しの、だってあれでしょ？制限時間10秒ぐらいしかなかったよね。ぐらいしかやれることなさそうだけどな。ショットガントリーの、ショットガン戻しの、オッケー。で、消火器どこだっけ？消火器上のフロアか。はい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 。そんな時のためのショットガンですよ。ショットガンじゃない、消火器ですよ。やつが重りになってくれると。ここじゃなくない？ちょっと待って待って待って、違うね。消火器どこだっけ？わあ、出た出た出た。お前数分前に行ったばっかだろうがよ。やばいでしょこの記憶力。あーはいはい、調理室、調理室、調理室、はいはい、調理室。ちょっとやばいね。なかなかやばいね。多分リアルタイムでこれを目の当たりにしてる皆さんが一番やばいと思ってるかもしれないけど、俺自身が一番驚いてるんですよ。ほら持っていくぞ。え、違うの？ちょっと待って、え、違う、消火器じゃない。でもショットガンとさ、消火器って同じぐらいじゃねって思ったけど、そうでもないか。あとなんかあったっけ？あれ、なんか見落としてる？加工用金属？いや、違うよね。だったら選択肢で出てきてもおかしくないはず。飛ばしましょうか。ボイラーを止めますか？これで止めて、水温を下げるのか。そういうことか。だよね。まあ、現状できることってそれぐらいだもんね。で、ボイラス止めた。あ、すぐ隣だ。これで浴場の暑くて暑くてたまらなくて、鍵が取れないみたいな、急に乙女チックなことを言ってた、この人間をやめた宝石白夜でも、安心して仮眠室の鍵を取れると。オッケー。仮眠室って、あれか、左上か。よし。ちょっとその仮眠室に、ショットガンと同じぐらいの重りが、都合よくあればいいんですけど。彼岸島みたく、都合よく置いといてくれるとありがたいんですけど。なんだったら現状できる範囲内のことで、役立つキーアイテムでも別にいいんだけど、まあ個人的にはダイレクトで来てくれると助かる。仮眠室ちょっと眠ってろ。そんなに寝たかったら永遠に眠らせてやる。さあ、ベッドがあったね。永遠の鍵、ここで永遠に来る。え、永遠って、あれ、ちょっと待って、冷凍ってあれか？普通に上の話？もうそっち行くの？え？あれ？なんだっけ？階段とかそういうのは無視して。A の階段っていう意味か、これ。冷凍って。そういう意味？ここ開く？違うね。じゃあ一回出るんだ、また。一回出て上に行くんだ。うわー、これ。あれだね、めんどくさいね。またこっち戻ってくんだ、じゃあ。うわー、そういうパターン。とりあえず進ませるパティーンね。いやー、これさ、今日、あれなんだよね、消火器の下りとかさ、覚えとかないとマジで俺忘れるからさ、ちょっと、あんまり、この状態で進めたくないんだけどね。ショットガンも手に入ってないしね。まあちょっと現状、使える鍵って永遠だけだよね。あとこの加工用金属、これもなんかよくわかんないんだよね。加工用って言ってるぐらいだからさ、どっかで加工するんだろうけど、加工できる箇所がないっていう。まあじゃあ永遠に行くしかないか。永遠に行きまーす。どうせ広いんだろ。ここがセーブポイントじゃない。ぶねー。ちょっとね、弓矢レベル上がってるか、これ。まだ上がってないよね。セーブ部屋どこ？はい、来た。
おあつらい向きに A 棟のマップも。カロリーメイトは、ないと。A 棟が、あ、そうでもねえな。そうでもないね。はいはいはい。高倉庫だもんね。体育館、講堂、工場、詰め所。これで終わりやん。で、多分、詰め所に鍵があるんだろうね。つまり、また等速直線運動を行う、ゾンビを倒さないといけないと。まあ、一旦ね、空いてるかどうかの確認だけはしとこう。どうせ空いてないけど。空いとるやん。あー、ワンちゃん。ワンちゃん、ワンちゃん、ワンちゃん。ちょっと障害物が足りないところでワンちゃんの相手はね、あんましたくないんだけどね。中入り申して。わー、すごい。これはもう消火器の使いどころさんじゃないですか。これは誰がどう考えてもそうでしょう。よし、引っかかってもろって殺しね。学習数、他は頂いといて、あ、2、3、あ、レベル上がったね。これ3発で倒せるようになった。オッケーオッケー。ちょうどね、今矢も手に入ったし、オッケー。体育館はもう、あとは行動。なんか行動ボス戦っぽくない？もう完全に俺の勘だけどさ、ここさ、中央のこの扉、ここだけ扉鍵かかっててさ、ね、絶対最後に来るとこじゃん。で、絶対行動って言ったら広いところじゃん。広いところって言ったらさ、ね、この手のゲームで。もうそれはボス戦しかないわけで。いや、もう分かっちゃうよね。さすがにね。こんだけね、あまたのゲームやってきちゃうと。ごめんなさいね。なんか皆さんの楽しみを奪っちゃって。わー、なんか。あー、こいつか！こいつ嫌い。ほんと嫌い。よし、俺の勝ち。ガラクタだけか。お、何かの紙片。あー、はいはいはい、あそこのね。ありがて、弾薬もゲッチュして。ちょっとた、いや大丈夫。あー、16本になってる。ちょっと待って、ダメだこれはね。詰所にいる素早いゾンビのために取っとかないとダメだ。あー、これ加工用の、ちょっと待って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 、邪魔だ、お前ら邪魔だ。一旦死ね、一旦死ね、一旦死んでもろって。もういないか。よし、バニラ味もゲッチュして。どれだろう、これかな。加工用のあれ関係ない、もしかしてこれ関係ない。ちょっと待って待って待って、嘘でしょ。どう考えても、あ、来たー。はい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 。YUHD なんちゃらかんちゃら型じゃなかったっけ？これ間違えたら終わりなんだよな。これ間違えたら終わりなんだよな。ちょっと待って、録画見直してきていいっすか？OK、YU の方だ。YU の方。よし。これで、あそこの金庫が開けられる。ショットガン取んのにこんな遠回りしないといけないのか。出た。出た出た出た。ちょ、一旦セーブはする。一旦セーブはする。ワンちゃん嫌だなぁ。ね、矢もね、今少ないからね。ちょっとね、16本で対処するしかねえな。4本持ってかれた。まあ、ちょ、これ必要経費と考えよう。で、詰め所もね、ちょっとね、探索したいから。で、素早いやつがいたんだよね。確か。いって。
3発でゲット。違う。ナイフに持ち替えて。ここで食らうわけにいかないから慎重に行くぞ。よし、OK。ワイヤーカッター。ワイヤーカッター?あー、はいはいはい。OK。必要なものが揃っていく。ピースが揃っていくぞ。必要なピースが。ちょっと弓はしばらく使えねえな。素早いゾンビはちょっと来ないでほしい。ショットガンがね、手に入ればね。まあ多分この手に入ったアイテムで、どうにかこうにかすれば多分ね、普通に、ショットガンもね、どれからやるか。一旦セーブしたから、ここに一番近いのってなんだ?ここなんかあったっけ?まあいいや。ここから一番近いのは、ああ、なるほど。オッケー。じゃあね、紙椅子じゃなくて、ここから、なんか復活してない?このゲームのいやらしいところはね、こうやってね、メッセージウィンドウが出てるところでも問答無用でね、奴ら襲いかかってくるっていうところなんですよね。これが本当にいやらしくてしゃあない。まだレベル上がんない。コスパ悪いんだよ、これ。消火器持ったことによってフラグが立ってみたいな。あー、もしくはここがボス戦もありえるね。ちょっと思ったけど、A 棟のさ、ここの奥のさ、なんだっけ、ここ行動かなとも思ったんだけど、全部一通り探索し終わった後にね、広いところでっていうパターンが。シュン!消火器様々ですね。お !10 発。まだそっちに用があるか。戻りたくないんだよね。絶対なんか出てくるじゃん。嫌なんですよ、私。戻りたくないんですよ。まあ、こんなもんか。いい加減ショットガン欲しいんだけど。よし。じゃあ先にちょっとそっちの独房行っちゃうか。2両6房。はいはいはい。さすがにいるよな、なんかな。さすがになんかいるよね、これはね。これもう誘われてるもんね。罠と分かった上で、向かわなきゃいけないというのが、非常に辛いところではある。なんもいねえ。スラッグ弾。これ使えるわね。アデュー。なるほど、やつらの出番か。ちょっとやっぱ敵のレベルが上がってきたね。ちなみにさ、スラッグ弾って何？強化地の破壊や壁抜きにも使えるショットガン用の巨大な弾丸。まあまあまあ、どっかで使うんだろうな。というかまずそのショットガンそのショットガンを入手させてくれよ、俺に。で、できることはね、いくつかあるんですよ。まあ、ちょっと近そうなのはワイヤーカッターかな。近そうなのはワイヤーカッターだね。ここだね。ちょっとセーブしてから来るわ。何があるかわかんないんで。近そうなんで、ワイヤーカッター先に、やっちゃおうか。
よし。だが関係ない。早い。矢が9本。矢が9本。やむを得ない。あ、これは。やばい、やらかした。ぶねえ。なるほど。普通に今目の前にあったな。なるほどね。俺どけ。俺はそこのショットガンのレプリカに用があるんだ。よし、ありがてえ。ちょっと先にショットガン入手してからだな。モルヒネ、あー出た、モルヒネ先輩。いつも俺を窮地で助けてくれるモルヒネ先輩、ありがてえ。セーブしもうして、よし。こいつを。ね、様々ですよ。おっしゃ、ショットガンゲッチュー。なんなら今や弓矢よりも使い勝手が。弾あるもんね、今ね、40発ぐらいあったもんね。で、ショットガンはゲットした。あー、そっか、キーコード。キーコードも入力できるから、キーコード入力するか。待って。あー、そっか。あそこの金庫の鍵も。金庫先行くか。で、学習室ってどこ？学習室。学習室？あれ、学習室ってどこ？あれか？にはないもんな。っていうことは、なるほどね。はいはいはい。ちょっと広そうなところ。先に金庫開けるか。先に金庫開けよう。こっちから行けるもんね。ちなみにさ、あれさ、選択間違ってたらどうなったんだろうね。ここは開けられないじゃん。ということはさ、多分キーアイテムではないんだよな。なんか有用なアイテム。スポーツブーツ。だよね、そういう系だよね。来た。靴底に高反発素材が。靴先には鉄板の仕込まれた特殊ブーツ。最大生命力が10上がり、回復効果が 6% がありがたし。ありがたし。たら、別に HP は減ってる状態なんだ。いや、でもありがたいよ。そうだよね。こういうのって絶対さ、進行不可能になる場合があるから、絶対にさ、あってもなくても、ゲーム自体の進行には支障をきたさない、そういう系のアイテムだよね。よし。で、セーブして、でもそこも開けとこうか、じゃあ。おい、開いた。よし、戻りますか。絶対なんか出てくるけど。もういい加減出てくるよ。ちょっと、これ何回目か分かんないけど。さすがにもう出てくるよ。さすがにもう出てくる。いや、広いな。ここボス戦説あるな。ここボス戦説あるな。行きましょう。ここね、確かに開いてなかったね。学習室。何がいる？あれ、何もいない。そんなバナナ。いやいやいや、おかしい。ちょっと待ってね、ショットガン手に入れといて。これ、ショットガンに持ち替えといた方がいいか。施錠されている。
気になるね。他は何もないか。あるよね。そうだよね。何もないはずがないんだよ。加工用金属。あ、え、じゃあ何、加工用金属どっちにしろ2つ手に入るんだ。なるほど。ということは、え、じゃあ何、そこのロッカーの鍵ってもしかしてもう一個のなんちゃらかんちゃら型のなんちゃらかんちゃら、いや、わかんない。ちょっとまだ確信が持てない。で、問題はこれだよね。あれ？こんだけさ、ポツンとめちゃくちゃ意味ありげに置いてあるのに何もないってそういうことある？俺わざわざこれ最後にしたんだけど、探索すんの。え、マジで？本当にそれだけ？本当にそれだけっぽいな。マジでそれだけだ。まあ、でも加工用金属がわざわざ手に入ったってことはやっぱ、どっちにしろ必要なのか。なるほど。そして敵は何も出てこないと。え、ちょっと本当に拍子抜けすぎる。なんで俺を楽しませてくれよ。で、あとできること何？その加工もね、もちろんやりに行かなきゃいけないんだけど。いや、でもそっか、できることってあとそれだけか。職員棟で、階段上がった先が会議室と所長室なんだけど、この会議室と所長室のどちらかに多分そのもう一個の型のね、そのロッカーが、ロッカーだか金庫だかがあって、加工してきて、それで鍵開けて、その中から出てきたものがこのロッカーの鍵だったりみたいな、そういうパターンか。まあ、何してもちょっと一旦加工に行かないといけないね。これは一旦加工してきます。はい、加工してきましたよと。これでプレイヤー心理を読まれて、全く同じ型のやつが必要だったら俺は終わるんだけどさ。まあ、でも開いてないよね、結局ね。強化ガラス、あー、なるほどね。注意、イベントを進めると回収していないアイテム、改造パーツ A、 赤の本、スポーツブーツ。え、改造パーツ A と赤の本って何？知らないんだが。出た出た出た、そういうパターンね。いや、ちょっと待って待って待って、待ってください待ってください、ちょっと落ち着いてください。待って、じゃあ会議室もやっぱ開けなきゃダメなんだ。あとどこ？あとやれることある？だって、いや、もうさ、鍵作っちゃったから。そうなんですよ、作っちゃったんすよ。作っちゃったんすよ。会議室どうやって開けるん？見逃ししてる？見逃してます？また私なんかやっちゃいました？鍵はあらかじめ作っといて、加工しといて、この次のマップで使うっていうパターンとかあるか？アイテムの持ち越しで。そういうパターンある？いや、でもなんかそのさ、なんだっけ、赤の本とかさ、手に入ってないんですよね。え、でもあるとしたらここじゃねって思ったんだけど、もう冷静に考えたら俺これひとまずひとまずめちゃくちゃ丁寧にさ、こうやって調べたからあるわけがないんだよな。え、調べたよね。ちょっと安直すぎるか。本だから本棚にあるみたいな考えは施錠されてる。ダメか。せっかくね、もう一個加工して作ったのに。ダメ？いや、でもね、もう、行けるとこないもんね。もう、あと行けるとこないもんね。ちょっと一通り、また調べてきますね。それでなかったら、まあ、ちょっと仕方ないけど、ぐだるんで、ストーリー進めよう。ちょっと一通り見てきます。やばい、みんな、繋がっちゃったわ。ここに板を渡すと、いけるわ。なんかいける。ちょっと待って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 。気をつけろ気をつけろ。警戒を怠るな。まあ、間違いなく、あ、蜂蜜。スタミナ 100%。助かる。これ大事な時に決めよう。
蜂蜜は大事な時に決めると。カードキー会議室きたー、繋がった繋がった。会議室って上だよね。オッケー、繋がったぞ。よし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 、来た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 。やっぱね、諦めちゃダメだね。最後の最後まであがくことが大事。いや、ちょっとここは見逃してた。最初から気づいてなかった。これひび割れはただのマップの一部だと思ってたな。まさかこの先に進めるようになるとは思わなかった。というか板の存在忘れてた完全に。ダメだね、ちょっとまだまだガバガバスキル。会議室、お前は絶対動くんじゃないのか。行動の鍵来たね。ちょっと他にもまだあるだろ。来たー、改造パーツ。これで改造ができると。何が改造できるんだ。改造してくれよ。どうやって改造すんねんこれどうやって改造すんねん。なんだよ、ケチケチすんなよ。せっかくなんかいいもん手に入ったのに。改造できるときって勝手に改造してくれんだっけ。まあちょっとまだまだまだ落ち込むのは早い。行けるところがね、最後の行動に行けるようになったんで、一旦行動向かおう。よし、よかった、諦めないで。ただ、あれだね、さすがに、さすがに、ちょっとこれで、打ち止めじゃないですかね。もう多分、行けるところは本当にね、回ったと思うんで、あとこの行動さえ開ければ、ゴールだと思うんだけどね、ここの、刑務所は。もうちょっとね、何か出てきてもいいように、ショットガンは構えてるんですけど、行動って絶対広いもんな。一旦こっちに来てもらっといて。よし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 。今持ってるのが矢が6本か。じゃあちょっと綺麗に並んでくれお前ら。パスワード入力、パスワード入力ちょっと待って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 、あ、謎解きね。はい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 、そのパティーね。はい、出たー、このパターンさあ皆さん、謎解きのお時間です。 BDAC の順番でねやればいいんだけど、 BDCA で意味深に時計があるんだよな。意味深に時計があるんだよな。 NR11 キーボード、キーボードか。ちょっと待って、 AT8 いや関係ないな。ごめん、ちょっとだけ考えさせて。はい、一応解けました。結構時間かかったけどね。それぞれが1月から12月までの、1月から12月までを英語で言った時の綴りの、頭文字とその最後の文字を言った場合のあれになってますね。例えば1月だったらジャニアリーなんで J と Y になります。でこれを当てはめていくと A がMY なんで、これが、メイ、つまり5になります。B だったら、マーチ足すエイプリルなんで、3足す4になりますね。C だった場合は、セプテンバーなんで9、引く、
6が順かなんで 9-6 になります。で D がディセンバー引くオクトーバー引くフェブラリーなんで 12-10-2 になりますね。でそれぞれ答えを導き出すと5 A が5で B が7で C が3で D が0になるっていう感じなんで、それぞれその数字を BDAC の順番で入力すればいいんじゃないでしょうか。はい、思ったより時間かかった。BDCA なんで70BDAC か。なんで5の3か。きた。金庫の鍵。歩かせるね。ちょっともうゴールでいいんだけど。もう完全に終わらせる気でいたんだけど。こっからさらに、また金庫のとこまで戻んないといけないと。やっべ、金庫どこだっけ？金庫どこだっけ？こっちか。あなた学習室だ。長いんだよ、道のりが。ちょっと待って。一応ね、何が出てくるか分かんないから、パスセーブもしといて。これがあれかな？赤の本かな？さすがに赤の本でしょう。もうこれ以上歩かせないだろう。来たー。もう大丈夫だよね、さすがにね。まあ、ドローとしとこう。ここはドローとしとこうじゃないか。OK。これで心置きなく、先へ進めるってもんよ。いや、大丈夫だよね。一応、あそこ、ゲーム進行するときに表示されてたのがこの3つだったんで、もうさすがに、いやだって本当に調べるとこないもん。信用できないか。俺のもう調べるところはないが、さすがに信用できないか。よし、じゃあちょっととりあえず今回は一旦ここで、はい、終わりたいなと思います。ちょっとね、次回多分このね、刑務所での中ボス戦みたいなのがねあると思うんで、ちょっと気を引き締めて、はい、やっていきたいなと思います。